皆さんこんばんは、淡井圭介です。本日2024年、8月の7日、23時14分、今ちょっとオリンピックの時間の合間ということで、ゴルフという種目は行われているんですけども、女子の方が、本日佐藤輝明選手が4つほどエラーしてるんですけども、オリンピックの種目に関わっていて、ちょっといろいろ心当たりがあるんですよ。例えばスケボーの試合でテレビをつけた時などに、以前も、オリンピックの選手に向けてのメッセージでは言ってるんですけども、言葉のワードで最後敬語で終わらせなかったら他の他国の選手もこけてしまうんですよ。で、これだから僕それ気づいた時どうしてるかって言ったら、テレビをすぐ消すんですよ。です、できるだけつながらないようにしようとしたりしています。で、ただしインターネットってこう時間が遅れていたりだとか、次日本人選手はいつ滑走する番だとか、そういったことがなかなかテレビ見なかったらはっきりわからないんですよ。例えば柔道でしたら、もう何試合かし始めたらもう大体時間ずれていきます。レスリングとかも大体そうなんですよ。だからテレビ見て、どっかで確認しなければならないっていう部分がありまして、でそれを見た時に僕の方の認識もそうなんですけど、それがコンピューターが、受け止めて、でコンピューターがこの人が、こうテレビをつけたからだとか、何かそういうふうに、もしかしたら現地で選手の人がそう思ってしまってたのが影響して佐藤輝明選手にそういうふうなエラーが発生している可能性があるんですよ。でこれは、コンピューターさんの方もその辺のところ安全性を高めていくということになっていくと、必ずしも敬語を使わなければならない状態になってしまうと安全性が、高められないっていう形に結局なってしまうんですよ。あと他にも誰か一人が、そういうような形で、一回こけてしまうと同じ組の他の選手もみんなこけるだとか、それにそういうふうな似たような現象って昔がフィギュアスケートもそうなんですよ。もうあの世界も僕が軸になって、試合を行われてましたから、世界選手権とか日本でテレビで放送される内容 のものなんか特にそうなんですけども、正直言うとテレビの電源消していても試合に影響を与えているようにしか見ないんですね。だからそこをどう、一人目がこう本来飛べてるようなジャンプとかがうまく着地できてなかったりこけたりしてるのを次の選手もってなってくると、ある意味そこは法の下に平等なんですけども、それを見た時にこれぐらいの演技で今回まとめておこうかとか、3回転半の、トリプルアクセルを飛ぶところはダブルアクセルに変更したりだとか、その辺のところも選手にとっての全体的な状況を見た時の勝負感っていうところになってくるんですよ。だからその辺のところに関してはもう佐藤輝明選手にしたらとんだとばっちりみたいな話になってくると思うんですけども、だからね、その日何かおかしいなって思ったら、打球の守備の仕方のそのさばき方の時に、できるだけ取る時の打球の取り方をできるだけイージーな形にした方がいいですね。で、送球も焦らないようにすること。もう最悪間に合わなくてもいいから、とにかく、ファーストがしっかり取れるっていうような形で、送球するだとか。だからその辺のところを、勝負感全体の流れでも、野球でもサッカーでもそうですけども、例えばプロ野球だったら、相手に1、2塁の場面があった後、こちらにも1、2塁の場面があったり、こちらに1、2塁の場面があった後、その後向こうも1、2塁の場面があったりだとか、そういうような現象ってただ見受けられるじゃないですか。だからそこをどう対処していくかっていうところに答えがあると思うんですよ。だからサッカーを見ていてもすごく明確ですよ。同じようなファウルをお互いにしてるんですよ、1試合全体を見ると。だからそれが、僕はテレビを見てるときがそういう風になってるだけなのか、もうそういう風な内容で、多分世界全体がそういう風に動いてると思うんですよ。ヨーロッパの方のサッカーの試合でも同点で終わるケースがすごく多いんですよ。
その辺のところが本当はあんまり競い合いすぎても結果は良くないっていうのがはっきり出ていて、例えばまあ去年のメジャーリーグだと年間100勝以上挙げたチームがあったと思うんですけども、だけどもそこプレーオフで負けてるじゃないですか。だからその必ずしも年間たくさん勝てば、ワールドシリーズ優勝できるかっていうとそういうわけじゃないんですよ。だからまあ野球界の方たちだったら今までいろんな話してきたからよくご存知だと思うんですけども、まあ順位悪くても何かの記録とかで、まあ、お客さんがある程度来てもらえるようにだとか、まあ何かそういう話が混ざり込んでるんですね。だからまあその辺のところで、まああんまり今佐藤輝明選手もまああんまり気にしないで、あとまあ阪神ファン の応援団の方たちとか、まあ、その辺各コメン YouTube のコメントを書かれる方たちとか YouTube を動画を公開される方たちも、まあ、その辺だいぶ優しいコメントを仕上げてください。オリンピックで言うとフェンシングの男子団体で金メダルをこの間撮ったんですけども、その時の試合、僕のホームページ淡井圭介の一番に書いてる文章、それ見てもらいながらその試合見てもらったらすごく言われてることよくわかると思います。だから僕ね、アーロン・ジャッジ選手に目の下にこう黒い入れ墨みたいなもの入れてるでしょ。だからああいうふうなことしていたらその人たちがっていうようなところで、それ各自に責任感持ってるかどうかなんですよ。だからフェンシングの男子のその決勝戦の試合なんか見てもらったら、対戦相手の国の方はイタリアだったと思うんですよ。でもちろん日本人選手もイタリアの選手も全く笑ってないんですよ。全く笑ってないんですけども、イタリアの選手の中に耳に、ピアスもしくはイヤリングをしていて、指に、結婚指輪でもない指輪を2つもつけていてと。でさらにはネイルまでしていたと思うんですよ。ネイルアートというかこう、ね、マニキュアみたいなもの色塗ってる。で自分がポイント取った時にこう面取った時にこう舌を笑いながら出したりだとか、もう君も今すぐ退場みたいな状態の、ものなんですけども、そういう人間は混ざり込んでるがゆえに責任感のある多分イタリアの選手の、まあ、リーダーの方だったんじゃないでしょうか。もう髪の毛も染めてない、動きとかもきちっとしている、結婚指輪をしっかりとはめている既婚者の人 でそういう誠実そうな人が怪我してるんですよ。だから自分のチーム内に不適格な人間がいることについて神がかり的な力の世界でその人が責任を持って怪我してしまってるんですよ。だこれがこの世の中の、改善しなきゃならない部分で、君が耳にピアスしたりしてるんだろって、君が入れ墨入れてるんだろって、君が責任持ちなさいよっていうのが、これが、本来の、社会人たる、世界であって、多分絶対に余計なことしない方がいいんですよ。余計なことっていうのは耳にピアスだとかイヤリングでも同じです。で、結婚指輪でもない、指輪、結婚していて、結婚指輪されている方は非常に誠実な方だと思います。私はこれがあるから相手を見たら分かるでしょっていうことで、浮気なんかしませんよっていうことになるわけじゃないですか。そういう髪の毛染めてなかったりとかもそうなんですけども、絶対それって影響効果って、絶対あるもんなので、もうどこのスポーツ業界もそうだし、本当は一般業の世界とかも全部そうなんですよ。警察官だろうが何だろうが、自衛官だろうが、政治家だろうが、魚屋さんだろうが、八百屋さんだろうが、スーパーマーケットで仕事していようが、全部本当はそうなんです。あとは危険な職業を知るかどうかっていうことになってくるんですよ。それだけ怪我をする確率は減ってきます。例えばじゃあ事務員をしていて髪の毛染めていて怪我するかって言ったら、それはまずないです。まあとんでもない人だったらね、まあその先はちょっと言わないようにしておきますけども、まあその辺のところで、佐藤輝明選手も
まあ、あまり気にしないで、売って取り回数みたいな形で、行動していただけたらいいんじゃないかなと思います。まあこれコンピューターさん相手にもこれ言ってるんですよ。だからね、ルール設定的に無理あるから、スケボーとか、どこかでチャンネルつけなきゃこっちだって無理だから、日本人選手がいつ試合してるかなんて。で、インターネットは表記とか遅れたりしますから。で、それでもう、一般的な階段の手すりみたいなところをこう滑り降りていってるその瞬間の映像が出てきたときに、敬語でワード組み上げれるかっていうのは物理的に不可能なんですよ。だからそれを僕の我々日本人のせいにされても、それはもう他と違いでしょっていうことなんですよ。でまあ僕の場合は世界中の台風消滅 の中心人物でありますから、まあいろんな意味でも経済関係でも世界中の経済、この間からアメリカの方で株がだいぶ暴落してるでしょ。この間マルゲンっていう家の近くのラーメン屋さんで、まあいろんなこと、説明してたんですよ。店員さんに、周りの人にもある程度の声で聞こえるぐらいの大きさで。だまあそれがまあ一つの証言証拠ということになって、承認ができたっていう形になって、急に株価がガツンと下がり始めたんですよ。もともとこんだけなかったはずですから、日経平均株価も2万8000が限界です、今のところ。僕の提案している河川、水門回避式ダム発電とか、かまど発電とか、メタンガス抽出場とか、そういったものが始まらないんだったら、絶対無理です。人口だって減り続けていってるんだから、株価なんか上がるわけないんですよ。ガソリン車の生産とかも停止 していかなきゃならないんですから、株価が下がっていかなきゃおかしいんですよ。まあ、いろんな意味でコンピューターとしても国連としても淡井圭介っていう存在はすごく重要視しているものであって、まあ、今回のオリンピックに関しても、まあ、他の動画で、見出しついてると思いますけども、ロシアの方にはオリンピック出ない方がいいんじゃないですかということで、いの一番にオリンピック出なくなったんですよ。これ何かって言ったら、自分の国で石油とかガスを採掘してるわけじゃないですか。でロシアって極寒の地じゃないですか。北海道よりも北にあって、でそういうふうなところで、今さら昔の暖炉があるような生活に全部の家を急に作り直すことなんかできるわけないわけですから、もうできるだけエネルギーの残存量問題にしっかりとこだわった姿勢を見せるっていうことで、今どちらかというと世界のリーダー国らしい、振る舞いをしているのはロシアなんですよ。日本はフェイクニュース流してごまかしてるんですよ。これが今の残念ながら西側諸国の実態で、もう今は西側とか東側なんてないんですよ。国連でまとまってますから。だからロシアの皆さんがオリンピックを出場しないところまできちんと判断されてるんですから、我々もそれ手本にして見られましょうって言ってます。だから何のためにプロ化だったかわからないっていう話とかになってきますし、まあまあ今回は野球界へのメッセージということで、まあそういうわけですので、フェンシングの試合本当に見てもらったら、なぜ怪我が発生するのかっていうところで、本当にもう髪の毛とかみんな絶対染めちゃダメで、ネックレスなんか論外、ああいうのもダメ、もう義務教育でダメって習ったことは絶対しちゃダメ、怪我につながってくるから。でそれが当の本人だったらいいんですけども、結局違う選手がそうなってるでしょ。例えばガム噛んでたりしていて、その当人がエラーしないで別の選手がエラーしたりしてるでしょ。それだったら責任感ある人の方が不利になってしまうじゃないって、そんな社会が出来上がってしまったら、誰も彼も自分の知ることに対して各社会人が責任を持たなくなってくるわけじゃないですか。そしたらもう何でもありの世界になってくるわけじゃないです か。それは無理ですよっていうことを僕は言ってるのであって、その辺のところはコンピューターの方がその辺のところをしっかりと理解して稼働してるのかどうか、もうこれね、法の元に平等の意味をコンピューターが理解の仕方を間違えてる。髪の毛染めたりピアスしたり、イヤリングしたりだとか、入れ墨入れたりだとかネックレスしたりしてる連中の方が悪いんだから、しっかりとそういう連中は成績下がりなさいの方なんですよ。あと目の下とかにも、まあそれは本当にあんなこといちいちしてるとは思わないんですけども、絵の具のようなもので黒いペイントを塗ったりだとか、だからね、オリンピックもね、以前ロッククライミングって呼ばれていた種目、今スポーツ、
まあ、ちょっと現在名称変わってしまって、ちょっと今思い出せないんですけども、出てる出場選手はね、もう日本人の代表選手の人が、もう顔を見たらとんでもない濃いメイクしてたんですよ。もうその時点でその種目勝ち負け、もう僕も正直どうでもよくなりました。そこまでふざけるのかと思って、テレビの電源オフにした後、あ、そういえば昔こんな話していたなと、エネルギーの残存量問題の方が大事だから、なんでこんな種目増やしとんねんっていうことで、そういうふうな顔をして出て、そのスポーツをやめさすとか、なんかそういうふうな形で出た人が何かだったと思います。だから、今後、怪我がないように、皆さん、余計なもの、身につけないように、髪の毛染めないように、していただけたらなと思います。それだけでも、怪我の発生率、全員変わってきますから、もうガンも絶対噛んじゃダメ。誰に何言われたかなんか、もうどうでもいいから、しちゃダメだって言われたこともきちっとしないこと。そうじゃなかったら、その当の本人じゃない、違う人が怪我したりしてるんですから。絶対おかしい、この世の中、本当に。だからまあ、一番もうはっきり言ってしまうと、政治家の人たちが自分たちの責任っていうものをしっかりと持っていないっていう時点で世の中はこうなってしまってるんですよ。高速道路作りっぱなしの自民党さんだとか。だからそれはまあ岸田さんとは仲良くさせていただいてましたし、僕は二十歳ぐらいの頃、岸田さんって僕から見ると19歳ぐらい年上の人なんですよ。で、その当時から自分の意見、僕に言いにくいんだったら友達でもいいからっていうことを、言ってくれた人で、まあ人柄はすごくいいんですけども、まあだけどもいろんな社会のしがらみ云々とかで総理になったらなったで、だいぶ悔しい思いをして、涙を流してるところをもうなんとか、見ています。僕の家の方にはそういう映像が回ってくるんですよ。で、しかし、まあエネルギーの残存の問題は本当に重要な問題ですから、もう今回から、次の選挙では自民党の皆さん、それも軒並み議席取られてもらいます。そうしなかった社会に対しても、示しがつかない。で、本当は、それを自分たちの方からきちっと言うのが、自民党や公明党の皆さんの連立を組んだところの責任になってくるんですよ。だからまあ、維新の会に関して、しっかりとした連立は組んでなかったわけじゃないですか。だから常に、その次の勢力がスタンバイしてなかったら、社会に対してけじめが示せないんですよ。していいことと悪いことの。だからもうこの党はもうここまで小さくなりましただとか。まあこれがこの社会の現実であって。まあ、野球界の人たちとしたら、まあ、怪我をしないように。まあ、あと、もう、エラーとか何かしても、もう、あんまり気にしなくていいですよ、本当に。まあ、こういうふうな、コンピューターの稼働で社会がもう回ってしまってますから、本当に。もう、それをみんなで、人間が一致団結して乗り越えていくしかないですから。というわけで、皆さん、本日も長い間ご視聴ありがとうございました。今後ともご協力ご対応のほどよろしくお願いいたします。これがもし一般人の人に帰ってきたらとか、僕はその試合の勝ち負けしてるでしょう。だから今までそれが経験あるから、サッカーの試合で、その選手が交錯した時の、その膝が相手選手の溝打ちに当たって、で、溝打ちに膝を入れられた方の選手の足は相手選手の足の方を直撃してるんですけど、両方のダメージ、ここの家階段上がってくる時に、両方同時にその痛み再現されて、選手同士ぶつかってもたまにピンピンしてる時あるじゃないですか。あれ完全に別の誰かに移してしまってるんですよ。いや、今のスピードでお互いぶつかって、二人とも全然大丈夫そうな、こうね、もう全然どこも痛くないみたいな形で、スーッとこう、プレーが再開されてるっていう、あの瞬間ってどっかの誰かがその痛み背負わされてるんですよ。これ本当の話ですから。だからもう絶対テレビ出る人は髪の毛染めない、イヤリングしない、ピアスなんかもうのんがいのんがい、まあ、結婚指輪はいいとして、そこは誠実でいい。無駄な、無駄、もう一切指輪とかつけない。だからこれ音楽業界とかにも徹底して言ってきたんですよ、今まで。で、髪の毛も染めないなんて、そんなもん社会人として、もう
当たり前にクリアできないことがなぜできないのっていうことですから、その辺のところを皆さんしっかりと、ご協力ご対応のほどよろしくお願いします。まあ、今回のオリンピックでいうとなでしこジャパンの、長谷川唯っていう選手ですけども、あのものもここの住宅に、まあ、男性富士製薬って言ってましたかね、富士製薬の人とこの団地に来た時に僕に見つかってるんですよ。で、それで今回のオリンピックの時に選手とぶつかった時に足同士とかが激しくぶつかり合ったりしてないんですよ。右足の膝が痛くなってるんですよ。で、この間、今日か昨日、始球式みたいな形で東京都知事の小池さんがボール投げた時に右膝が痛くなったでしょ。でニュースでは剥離骨折みたいな形のニュースをされてますけども、もう次の日になったら全然膝痛くなってないでしょ。あれ、どこかの誰かが右足の膝大怪我してるんですよ。でもこれ心当たりでいいこと、もこれ関節技のある格闘技業界、昔で言うそのプライドだとか、今で言うそのライジンとかでその寝技ありで、関節技を決めに行ったりした時にボキっていう場面は今まで何回も見てきましたし、だからそれがその痛みが回り回ってるような状態ですね。だからまあ皆さん、まあいろんなところで何かとつながりとか人間関係とかでもできてしまいますから、まあ梅野選手とかも骨折した時知り合いに格闘家の人がいたんでしょう。もう最初から本当はね、もうできるだけ危険なスポーツというか格闘技とかで金稼ぎは本当はしない方がいいんですよ。それしてしまうともうどうなるか分からないんですよ。他の人までみんな巻き込まれてしまいますから、まあその辺のところで、皆さんご理解していただけたらなと思います。以上です。